ちっちゃな子がね今行かれましたけども、軽くこう手を振ってね止まりますよという感じで、まあ、後続車に知らせるのと、もう一つはね対向車にも知らせた感じですね。歩行者いるから気をつけてねという感じで、対向車から見てね逆側に人がいるので、これかなりね止まりにくかったと思うんですけども、まあ、必ず止まってくださいね。歩行者優先が基本中の基本です。はい、もう運転させてもらってると、車やバイク、これはねこう道路を運転させてもらってると思ってほしいなと思います。安全運転で行ってください。